良い子のマイクラでサバイバル生活。よっしゃあ、おあったで、レッドストーン。わあ、いっぱいあんな。レッドストーン取ったろ。サバイバル生活もだいぶ様になってきた良い子の2人。SNS からのヒントも大活躍。ブランチマイニングをおすすめします。ブランチマイニングかっこええやん。ブランチマイニングにしようぜ。ブランチマイニングでいこう。すげえな、ブランチマイニング。前回道具作りに必要なレッドストーンをゲット。さらに金の道具が作れる金鉱石も獲得。夢も選択肢も広がりました。今回はやりたいことたくさんあんな。僕はあの、トロッコのレールの加速レールっていうのかな、うん、あレッドストーンでできんねん。すんねや。あそこの島まで行くのすげえ遠いやん。そうか、あれがあれな、うん、それ乗りたいわ。作って。俺はねダイヤを探す、うん、理想は、うん、ダイヤ見つけて、うん、ダイヤ持ってその加速スイッチでピューンと走っていくみたいな。ダイヤ持って、ダイヤ持って、最後走るのが夢やな。ダイヤモンドを持ってトロッコで疾走。男のロマンは叶うのでしょうか。今回は有野さんの建築技術の見せ所です。良い子のマイクラでサバイバル生活、最後にとんでもない発表があるとかないとか。ちょっとピッケルがちょっと少ないな。あるか、おい、白いの。白の上下ちょっと恥ずかしいな。自分は映れへんからええねんけど。コンサートの警備のバイトしてる時思い出すな。あの真っ白のスーツで現れたの。あったな、あったな。ほらスーツ持ってんから友達にスーツ借りてんな、うん、警備のバイトするからっつって。で中身ミントそのスーツのケースだけもらって行って、ああいうのと俺バラバラにさせられてんな。そうそうそう。で昼過ぎにパッて追って「おっ、ありのやっと会えるわ」ってパッと見たら上下真っ白の、あの結婚式で新郎が着るようなスーツをコンサートの警備で着てるのか。白いカッターシャツでな、白いカッターシャツに白いネクタイに真っ白で、ずーっと恥ずかしかった。搬入と搬出も入ってくるから。搬出の時なんかバイト君って言われるんだけど、俺だけはそこの白いなって言われて。つらしを作ってくれよ。ちょっと白いの作ってくれ。白いのって呼ぶね。おお、白いのからつるはしがいっぱい出てくるわ。ありがとう白いの。殴られた。お前殴んな。よっしゃ行ってこう。行ってらっしゃい。はいよ。白いのとお別れした浜口さん、ダイヤを探しに例の穴の中へ。有野さんはかまどで作業。加速レールに必要な金の延べ棒を作ります。なった？まだか。あ、伸び棒。よっしゃ。うわあ、綺麗な。持っている金鉱石から出来上がった金の延べ棒は3つ。はあ。え？延べ棒。全然足らへん。マジか。じゃ金も見つけてくるわ。いけ。まや。あとなんだ、キー。あ、腹減ってまくってんのか。あ、肉持ってってないの。持っていってない。飲まず食わずで掘り続ける浜口さんのために、有野さん差し入れを持って穴の中へ。どこ、これ。俺や、俺の穴や、それ。うわ、深く掘ってるな。せやで。自称掘り師浜口さんの穴は有野さんの想像を絶する深さ。すごいやろ。うわー、すげえ掘ってる。上上がんのこれ。どこ今、うん、今上上がってる。あ、レッドストーン見っけだ。めっちゃ働いてる。働いてんな。めっちゃ働いてる。あ、客観的に見た初めて。ほら、
めっちゃ働いてるやん。ほら肉拾え。お？よし。うわ食べてる。あくたくた。うわ食べてる食べてる。あくたくた。怖い怖い怖い。もうちょい投げてみよう。隠れて食べてる。怖い。隠れて食べてる。よし食うた。あーライフマンだなった。よし。すげえ。また働いてる。働くで。あ、金か。あ、金だ。ほら、金取ってけ。金持ってけ。おい。金に興味ないねんな。掘ることにしか興味ないねんな。おい、金持ってけ。あ、ありがとう。レッド。レッド持ってけ。あ、ありがとう。優しいおっさんやな。顔面真っ黒やろな。安山岩も安山岩。安山岩大丈夫っす。浜口さんから鉱石を受け取った有野さん、地上へ戻ろうとしますが、あ、こっち出口じゃなかった。戻ってきた。こっち、あれ？なんだこれ。迷宮。ようこそマサルの迷宮に。結局浜口さんも一緒に地上へ戻ることに。だいたい明かりが目印、ほら出たぜ。もう早っ。おじさん住んでるからそりゃそうでしょうけど。ほらついてきてるか。狭い狭いわ。石の奥は、うん、なんとか有野さんも脱出することができました。マサルの迷宮から抜け出した2人、一旦就寝と思いきや、浜内さんは明日用のツルハシ作り。働くなぁ。ピッケルや。嘘やろ、そんなに働くの。ダイヤモンドのツルハシであんねんて。夢のツルハシ作ろうかな。絶対使いたくないけど、ダイヤモンドなんて。嘘やろ。よっしゃ、黙々と作業してる。ツルハシ手に入れた。もう夜明けてもうたね。夜明けに寝だしたね。よし、早起きて。さあ穴掘ってくるわ。はすげえ早い。ダッシュ。有野さんは拠点でものづくり開始。まずは集めた素材で。あった、できた。空っぽの地図できた。できた。おいで、空っぽの地図をどうすんだ。 Z で使う。なにこれ。地図できた。地図できたけどダイヤの位置わかる。ダイヤの位置わかんない。緑がおじさんなのか。地図は手に持って歩くことで地形がメモされていくアイテムです。作るまでに苦労した地図ですが、実はスタート直後に支給されていました。二人はそれに気づかずすぐに紛失していたのです。他にも作れるものがないか探していると、あ、エンダーアイ。何これ。投げるとエンドポータルがある方角を示す。エンドポータルの枠内に12個置くとエンドポータルが起動する。もう全然意味が分かれへん。すげえな。エンドポータルを知らんからな。そうこうしているうちに日が暮れていきました。あ、参った。夜だ。夜だっつってもそうか。ん、おじさん起きてるからこっちも寝られへんのか。おじさんベッド作ろうか、こっちで。え、おじさんベッドできんの。この作業台で。そう。あ、ついてるやん。違う違う、もう一個それ。ベッドを作ると。うん。そしてベッドを置いてと。日曜中選ばなかの場所。ここにしよう。どこでも一緒やと思うけど。ここにしよう。で寝ると。ああ、やった。もう俺はとにかくダイヤを見つけるからな。
ダイヤ見つけてダイヤのツルハシ作るからダイヤよりも固い決意を胸にダイヤ探しを続ける浜口さんでしたが、50分が経過したところでダイヤ出ることあんのかな。なくなった。ツルハシを使い切った。ツルハシを何本使ってもなかなか現れないダイヤモンド。一旦諦めて拠点へ戻ることに。その頃拠点の有野さんは、いやこっちはもう加速装置ですよ。頼むぞ。ここに加速レールを置く。で、置く。うわ。乗る。あ、動いた。行った。あー、バシューンっていうぐらいじゃないのか。思いのほか加速しないので。これを置く。何個だ。いくつか加速レールを設置してみることに。あ、おったおった、白いやつ。走ってきた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 。あ、びっくりした。乗っけてくれ。いいっすよ。はい、どうぞ。乗ったやの。乗っていい。乗って、ああ間違えた。ああ押した。もうああ走った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 。そう、あんま違うねんけどな。走った。お、置いて。あ？今度はなぜか加速レールの上で止まってしまいました。これスリナイみたいにしようぜ。上上がってこいよ。上上がれんのかな。てん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 。で最後。と宇宙行こうよ。五大悟の方の。そうやろ。わあ、そんなにスピードあるわけじゃないのか。想像とは違い、ゆっくり進むトロッコ。これには訳が。電源が入っている時上を走るトロッコを加速させる。電源が入っていない時は上でトロッコが止まる。電源はなんだ。電源作ってないの。電源が使われてなかったみたい。なんだ電源。何がいいねん。加速レールの電源とは、ツイッターで質問してみます。掘る作業をお休み中の浜口さん、今夜はおとなしく地上で過ごすことに。お、なんかおった。やべ、こいつ。うわー、あー、クリーパー。くそ、どこや。くっそ、穴の奥に戻された。そうか、ベッドここにあんねや。とここで加速レールの電源に関する返信が。レッドストーンの出番じゃ。レッドストーントローチってやつ。レッドストーントーチがいります。どっちや、トローチかトーチか。トーチやろ。なめんのか。レッドストーン、あー、なんだ。あ、釣り竿を作ったから釣りしたかったな。どこにあんねん釣り竿。釣り竿、そこの中に入ってんちゃうかな。有野さんの代わりに浜口さんが釣りをやってみることに。うわ、走ってるな。うわー、来てる、走ってきてる、走ってきてる。うわー、走ってきてる。うわー、加速装置や。作っといてくれ。釣りしてくるわ。もうどっか行った。早い。よし。あ、行った行った。投げた。森を片手に海に潜るのではなく、釣り竿で静かに獲物を待つ浜口さん。来い。あ、あれだ、飛んでった。入水した。ダメだ。ダーン。あー、あれだ。あれの釣れた。あれ。やめろや。あれの釣れた。やめろや。やめろや。なんでや。俺を釣るなよ。海から釣り上げられた有野さん。ツイッターのヒントをもとにレシピを調べます。
ブロックの横に取り付けて常に電気を送ったり送信機受信機として使える。ポートレッドストーンで、そう、トーチとは松明のこと。よし、これをどこにつけんだ。ブロックの横、ここか。あ、ついた。ついた。あかんわ。そんな中、浜口さんの釣りにも動きが。お、お、魚釣れた。あ、魚釣ったぞ、ほい。ほら、生魚取れた取れた。おっさん二人島で初めてのお魚取ったぞ。おい、ほれ、生魚、ほれ。何？生魚。手に持ってんの。クーラーボックスいるな。入れとくか、どっかに。トロッコ乗っけとく。トロッコ乗っけんでいいよ、気持ち悪い。釣りに夢中の浜口さん。よっしゃ、生鮭や。へえ、あの時鮭捕まえたぞ。それハマってるやん。一方、黙々とレッドストーンの松明を取り付ける有野さん。これでここに電気通ったぞ。これで嘘、これですげえのが見れると思うねんけどな。準備完了。浜口さんと一緒にトロッコに乗ってみます。お、これ乗ったんやの。乗るで。これを一個、あ、いいのか。乗った。で、一回戻って。あ？一回あっちに戻って。ああ、ああ、早い。うわあ、めっちゃ早い。うわあ、早い。うわあ、早い。へえ、加速装置や。これや。うわあ、早いな。全然ちゃうやんか。おー早い。おー、うわー早い。うわー、すげえ加速やな。おー、すごいやん。うわー、これ上に上がってったらほんまに釣り涙になるで。こっち側上げてよ、この上に。うわ、もう全然止まられへん。おー早い。うわー、これは移動早いわ。釣り涙や。あ、ありない。早い早い。あ、今回の放送はここまでです。あ、ひとまず次回の収録でサバイバル生活が一旦終了になります。おお、この今まで作ったマッチをどうするかよな。おお、ジェットコースター作りたいな。ほら、あのあれ の塔にジェットコースター走らそうぜ。あの上からシャーンって。あそこ落ちる専門やってんけど。あれから作られへんのか、下に。あー、なるほど。ランド建設しようよ。よいこランド、おっさん二人島ランドを達成。あっちの塔2つのところがランド で、うん、でこっちはもうポツンポツンってこの囲まれたところの海の上にあるから C でいいんじゃない。ランドと C 作る。二人島 C でいいんじゃない。二人島 C をつなぐ電車。おっさん二人島ランド C 建設へ2度目の宿題期間に突入。およそ1ヶ月後、夢の王国は完成するのでしょうか。